どうもこんにちは。いつもお世話になります。 FX についての概要ですけども、やっぱりね、海に例えるといいのかなって。海と天候ですよね。やっぱ私たちは明日雨が降るかなと思ったら、できれば出かける用事って避けると思うんですよ。まあ FX で指標が発表されてますけども、いわゆるね、材料があるって分かっていたら、その日は避けるのが賢明かなと思います。もしそれでも材料に向かっていくとしたら、傘かレインコートを用意しなければならないでしょうね。まあですので、動きは悪くなりますんで、やっぱりどうしてもっていう時以外はやらない方がいいかなと。まあでもね、普段の、材料がほとんどない日に取引できるようになったら、材料がある日にはリスクも高いけども、リターンも大きいのは確かなんですよ。で、例えば、米国の雇用調整とかありますよね。そしたら大きく動くじゃないですか。大きく動くってことは、もちろんロスカットを食らう可能性は高まりますけども、でも大きく利益を取る可能性も同等にあるわけですよ。このようにリスク、リターンっていうのは同じ関係にありますから、同じ伸びしろでありますんで、リスクが5でリターンが5、リスクが10でリターンが10、まあ、この関係しかないわけですよね。リスクがものすごく少なくて、リターンがものすごく大きいっていうのは人工的に作ることができます。例えばロスカットラインはここ、利益確定はここっていうふうに、リスクリワード 3.1 に用いる方法ですよね。でもこれも最初から扱えるわけではありませんから、基本的にはリスクリワード 1.1 みたいなところからスタートして、熟練するに従って自分の有利な条件を伸ばしていって、不利なところを限定的にしていくっていうのが、だんだん間合いが測れるようになるんじゃないかなと思います。それから難しい日でいうとね、やっぱり月曜日と金曜日は火水木に比べては難しくなりますんで、特に材料ってわけではないですけども、まあ土日がないところでね、月曜日に急に市場が開くっていうのは、これは材料みたいなもんなんですよ。で、投資が慣れてくると、やっぱり月曜日は様子を見る人が多いですよね。様子を見て、足場を固めて、火、水、木というふうにやって、金曜日は、1週間の成り行きを見守るという感じですかね。で、さもなければ利益が足りないなと思ったら、金曜日ももう一生勝負するみたいなところもあると思いますけどね。やっぱりこういうふうに曜日によってどんなフレームワークでやるのかっていうのもみんな違いますんで。みんな違うけども、勝てる人っていうのは大体同じようになってくるわけですよ。月曜日から手を出さないみたいなね、様子を見るみたいな。やっぱ見るのも相場って言いますけども。そしてその中で大事なのが、先ほども申し上げました、先ほどっていうかね、いただいたメールにもありましたけども、事後解説によって、あ、なるほど、ここにレンジができていたな、ここにもレンジだったな、ここにもレンジだなっていうふうに見つけられるでしょ。そしたら今度は、レンジ形成中にそれができるんではなかろうかっていうふうに、備えることができるんですよね。ずっと過去のチャートを見ていくと、似たようなパターンが出てくるわけですよ。だから今回も似たようなパターンになるんじゃないかなっていうふうに、チャート形成中に見えるところがだんだんできていきますから、そのためには事後解説によって出来上がったチャートを見る目を養うことがすごく大事になってきますんでね、こちらの方しっかりと身につけていただきたいかなと思います。もう補助線を引くのがものすごく大事ですからね。はい、何も私は特別なこと言ってるわけじゃなくて、本当にね、当たり前のテクニカルのことだけをずっとお話して1年経ちましたんで、これからもね、当たり前のテクニカルのことばかりお話しすると思います。で、この当たり前ができないうちに、新しいね、なんかこう FX の突破口とかね、このツールがあったら大丈夫っていう風にならないようにしなければ、誘惑を全部振りほどいていかなければテクニカルを身につけることはできません。もう繰り返しますけど、私はテクニカル理論についてしか話してないんで、どんなテクニカルの本で持ってこられても、あ、これその通りです、これもその通りです、これもその通りですか出ないですからね。だからそれだけでもう十分なんだと思いますよ。なんせ私たちが求めてるのは、8割勝ち9割勝ちを求めてね、毎日こんなに儲かってますっていうふうに制約したいわけではないんですよ。勝率は本当にね、五分五分以上だったらいいわけですよ。で、緩やかな資金は増えていきますからあとはね、やっぱり資金投入額増やすぐらいのもんなんでね。はい、引き続きよろしくお願いします。どうもありがとうございます。